新5合目に着きました。天気があんまり良くないのでどうしようかと少し迷っています。これが駐車場です。こちらの登山口は標高が低いので、登山者はすごく少ないです。登り始めて30分ぐらいしたところです。こういう風な砂利の道を延々とえっこらえっこら歩いて行っています。天気は曇って遠くの景色は見えません。霧がこういう風にかかってます。じゃあもう少し頑張ります。荷物を上げ下げするブルドーザーが下山道を下っていきます。ちょっと霧が強くなってきました。みんなこういう風に登山道を登ってます。標高2000メートルを超えたところです。ちょっと休憩です。登山者が登ってきてます。雲はありますが景色はいいです。さっきまですごいいい天気だったんですが、急に雲ができて雨が降ってきて、傘で雨宿りをしているところです。早く止んでくれればいいんですが、早く山小屋に着いて休憩したいです。すごい雨に打たれた後、砂走館というところまでやっと着きました。3090m。 ガージンさんが暑いので息が切れます。しかしすごい雨でした。さっきはすごい大雨だったのですが、今はこんな天気です。さっきも雲の上に出たと思ったら大雨になりました。山の天気はわからないものです。あそこが多分今日泊まるところです。早く着きたいですが、あと 200m ぐらいあります。標高差、こうやってみんな雲の上の登山道を下っていきます。高い岩の登山道になります。ここをレッチャーコと登っていくわけです。あれが今日の宿でしょうか。そうじゃなかったらすごいショックです。もう少しです。やっと今日の宿にたどり着きました。虹が僕を迎えてくれました。雨が降ってます。
階は8合目すごいじゃん。トイレです。着きました。3290m。外国の人が、じゃあ、こんにちは、たくさん、こんにちは、こんにちは。これが山小屋ですね。じゃあ、すいません。